こんにちは、たい平です。今日は9月の8日になります。昨日おとついと大きな台風が九州の横を、北上していきました。で、各地で大きなね、甚大なまた被害が出てるっていう話も聞いております。で、亡くなられた方もいらっしゃるということで、本当にね、ご冥福をお祈りします。で、また今なお復旧作業をされている方々もたくさんいて、安全にね、また滞ることがなく、早急に復旧されることをお祈りいたしております。で、その今回の台風ですが、遠く離れた三重県の私のところでも少なからず影響が出ています。6日の夜中から明け方にかけて強い雨風が吹きました。で、その後も昨日の昼ぐらいまでかな、時折強い風が吹いていました。で、今日はすごくいい天気になったので、その、被害を受けた田畑の復旧作業等をしていきたいと思っております。また台風が来る前に、少し台風対策をしたこと等もありますので、その辺のお話等もできたらなというふうに思っております。では、復旧作業の方をしていきたいと思います。私の後ろで少しね、倒れていたのが見えてたかと思いますが、オクラが横倒しになっています。台風が来る前に、少しこのオクラの剪定というか、実が今なっているところより、下の方の、葉っぱを全部落としました。見えているところのオクラに関して言うと。で、今ね、倒れているやつは少し、よいしょ、葉っぱが他のやつに比べて、よいしょ、残り気味やったのかなという気もしています。よいしょ、ちょっとね、足元を踏んであげて立ててみましたが、こうやって見ると少しね、上の方葉っぱが多いような感じがします。葉っぱを少し残しておくと風のね、煽りを受けてしまって倒れやすくなってしまいます。ですので、私はいつも台風が近づいてくるとしたくはないんですが、下の方の葉っぱを刈り取ってあげて、で、台風対策、そして風の煽りを受けないようにしています。ではね、このままではグラグラするので竹の支柱を打ち込んで、それに縛り付けてあげたいと思います。こちらのオクラは少しね、姿が小さかったので、剪定せずにいたものです。やっぱりね、こう茂ってると風の煽りを受けやすいみたいですね。
倒れてしまいました。よいしょ。まあでもまだね、姿が小さいうちは少しね柔軟性があるというか、大きくなったものに比べて、まあ、痛みも少しは少ないのかなというふうに思っています。で、またね、さっきと同じように、竹の支柱を立ててあげて、それに麻紐でよいしょ縛ってあげたいと思います。次に見ていただくのは、私のところでね、一番ちょっと被害が大きかった菊芋になります。全部ね、倒れてしまったのが、見えていますが、前回の台風9号の時にも少しね、倒れてしまって、その時に、5本から6本ぐらいをひとまとまりにして、縛って起こしておいたのですが、今回の台風でそのまとめていたものごと倒れてしまったという感じになっていますね。ちょっとね、縛り方が甘かったからかもしれませんが、今からちょっとほどいて、この縛ってるのはほどいて、新たに、周りにね支柱を立てて、それに縛って、くくりつけていきたいと思います。菊芋を起こしてあげることができました。これから菊芋もどんどんね、実を太らせる時期になります。倒れたままにしとかないで、ちゃんとね、起こしてあげることができてよかったと思います。次に、見てもらうのがこちらの支柱ものですね。インゲンとささげで、奥にゴーヤ、ヘチマと並んでいます。で、その横にあるのも、インゲンとささげの支柱になります。で、インゲンとささげのところや、全体的に支柱は、しっかりと立ってくれています。支柱自体はね、今回はまあ問題はなかったかなとは思いますが、インゲンが上まで上がってきてくれていたんだけども、途中で
折れてしまっているものや、よいしょ、ちょうどね、あの花が咲き始めたくらいな感じなんですが、まあ、折れてるのは後で、起こしてあげて、でところどころちぎれてしまっているものも多くあります。まあ、ちぎれてしまったのはもう仕方がないですが、多分また下の方から脇芽が生えてきて、ちゃんと育ってきてくれると思います。で、その横のこちらはささげですね。ささげもようやくポンズルっていうんですかね、つるの部分が少しね生えてきたぐらいの感じになっていて、この辺もまだそんなに生えてないかな、この辺とかも少し生えてきていますが、あの台風が来るということもあって、あえてこう縛ったりとかすることはしませんでした。あのこれぐらいだと、まあ、あの風に任せて、まあ、倒してあげる方が、あの下手に縛ってしまうとそこからね、インゲンみたいにちぎれてしまうことがあるので、まあ、そのままにしておきました。後で少しね、まあ、つる状のものも出てきたので縛ってあげてちゃんと登っていくように、あのちょっと誘導してあげるというか、手助けをしてあげたいなというふうに思います。ゴーヤとヘチマの、支柱のところなのですが、ここに関して言うとゴーヤ自体も、かなり覆い尽くしていますし、ヘチマも、大きな実をつけてくれています。で、あのかなりね、風の煽りを受けやすいっていうこともあって、四方に、こういうねロープを張って、支柱ごと飛ばされないように、また崩れないようにしています。以前、これぐらい、育っていた頃に台風が来て、本当ね支柱ごと飛ばされた経験があって、横に育てていた里芋のね上にガサッとね、乗っかってしまうっていうことがありました。で、結構ね痛い思い出があるので、まあそういうことにもならないように今回は少し、しっかりとした、補強をしています。で、あとねもう一つ、このロープを張る以外にも、こちら見えますかね、ゴーヤーの、まあ、種取りをしたいなと思って大きくなったものを、残しているんですが、このね麻紐で、支柱のところにしっかりとねくくりつけていました。で、こちらもそうですね、もうこちらは種取り間近な感じになってますが、麻紐で、支柱のところにしっかりとくくりつけています。あのこうしておくことによって、ゴーヤ自体もブランブランと揺れて傷もつかないですし、あんまりねこういう大きなものが揺れると、その揺れることによって支柱自体が傷んでしまったりすることがあるので、まあ、今回初めて、してみた試みなんですが、なかなか、いい感じに、台風対策できたのかなというふうにも思っています。こちらのね、ヘチマも同様に同じように、これは2ついっぺんですね、支柱のところにくくりつけました。他の、このヘチマも同じくくくりつけています。はい、田んぼの方にやってきました。田んぼの方も、かなり風の影響を受けました。お米の方も少し斜めを向いていたり倒れかかっていたものが、多くありましたが、今、お昼の3時ぐらいです。で、これぐらいの時間になってくると、あのねちょっと分かりにくい感じって言ったらいいかな。お米自身が
自分の力で起き上がってきます。倒れかかっていても斜めに向いてても立ち上がるというか起き上がってくるので、やはりいつもねすごいなというふうに思っています。少しね根元の方が風で煽られてちょっと浮いてるような感じはしますが、もう少し、このまま、見守っていけたらいいのかなというふうにも思っています。お米の品種でね、このね前にある緑米っていう品種は全然風を受けてもびくともしないというか、斜めにもそんな傾いてなくて、いつもなんか頼りになるというか、このねタイの香り米も意外とね強いんですが、倒れ出すと本当ねパタパタ、倒れてしまう品種で、今回も緑米の間に入れてちょっとね倒れてきても緑米によりかかれるようにしています。本当ねこの緑米は、古代米で、すごいね生命力の強い根の張りのいいお米だなというふうに思ってます。でそのお米の周りに植えているね大豆の方が少し風の影響を受けて倒れてきているんです。でパッと見分かりにくいですが、こちらの方斜めにねもう倒れてしまっている株がもうね結構あります。倒れなくても風の影響を受けて根元のところがすり鉢状にこう削れているというか、右に左に前に後ろに風の煽りを受けてすごくね倒れやすい状況になっています。で今からしようと思っているのが大豆の立て直しなんですが、そのやり方っていうのがこのように起こしてからね足で周りを踏んであげます。踏んで少しこのすり鉢状に広がった、ところをキュッとね元の形に戻してあげるだけで、よいしょ、こういう感じでね、立ち直ってくれるものはくれます。ちょっとね倒れ方がひどいもの、ね、であったら踏んだだけではうまくいかなくて、またそういったものは、竹の支柱を横に立ててあげて、それにくりつけてあげたらいいかなというふうにも思っています。今回の、台風被害、復旧作業が、大体ね終わりました。あとねもう少し大豆の立て直しが残っていますが、あらかた目処はついてきたのかなというふうに思っています。この台風被害っていうのは本当にね精神的にもやられますし、作物も被害を受けると立て直すまで少しね時間がかかります。でもそうやってねやられてしまったお野菜はもう育つのに一生懸命で、めげることなくその営みを続けています。
で私なんかはねちょっと風にやられて、しまったからといって少しねへこたれてしまったりしがちなんですが、お野菜を見習って、めげずに頑張っていきたいと思います。で、まあ、今回の、台風被害なんですが、まあ、あらかじめしておけることはしておく。であまりこうしすぎるっていうことも良くないこともあったりします。台風に倒されても、倒されるがままにしておく方が意外とね被害が少なかったりするものもあったり、もうガチガチにね支柱で固めてしまったらそのね、支柱に縛ったところから上のところがね折れてしまったりちぎれてしまったりすることもね多くあります。なかなかねこの台風対策っていうのは本当に難しく課題です。まあ、毎年毎年いろいろ、試みたりしていますが、なかなかこうこれだっていうねいやもうなかったりもします。またね、台風対策に関してまあ私はこうしてるんだよとかいいやり方がありますよっていうことがもしありましたらぜひねコメント欄の方に、書き込みしていただけたら、まあ、私も、参考にしていただきたいなというふうに思っていますし、コメント欄はね意外とね、いろんな人が見てくれています。多くの人にその対応の仕方っていうのも伝わっていけたらいいなというふうに思っていますので、そちらの方もよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。今回の動画、参考になったよ、いいなって思われる方はぜひね高評価ボタンを押していただけたらと思います。で、チャンネル登録まだお済みでない方も動画制作の本当にね励みになりますので、そちらの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。